卵サムネのゆかりです。今日はこちらの白い卵、これを今から金の卵に変えてみせます。ではお見逃しなく。3、2、1、金色の卵に生まれ変わりました。はい、ただ映像編集しました。はい、ということでちょっとお遊びはそこまでにして、今日はこのいただいた金色の卵、こちらを食べてみようと思います。一体どんな味がするのでしょうか。はい、こちら金色の卵でございます。燻製してあって殻に金の色が塗られています。では割ります。中身が茶色いですね。こんな感じでちょっと茶色いです。はい、剥けました。こんな感じです。では中身を割ってみます。じゃあ包丁で半分に切ります。よいしょー、ほい。おでんのゆで卵のような感じですね。見た目は黒くなってる部分あるじゃないですか。これは卵白のタンパク質の一部が分解して硫化水素というものになります。硫化水素がこの卵の鉄分と反応して硫化第一鉄というものになります。硫化第一鉄っていうのは水に溶けないので、このように卵が黒ずんで見えるようになってしまいます。はい、こちらは食べても問題ありません。ちなみにこれを普通のゆで卵で茹でるときは、冷水ですぐ冷やすとこの黒いゆで卵になりにくいです。では早速食べてみます。スライスしてとろけるチーズをかけると美味しいと思います。ということでちょっとそちらもやってみます。はい、ではここにとろけるチーズをかけてちょっとチンしていきます。はい、こちらとろけるチーズを溶かしてみました。ではいただきます。いただきます。うん、おいしい。チーズと卵は間違いないです。パンの上に乗ってたら絶対美味しいと思います。はい、ということで今日はこのゴールデンエッグ、この金の卵をご紹介しました。お酒のおつまみにはぴったりです。あんまり売ってないんですが、見かけた時はぜひぜひ皆さんも食べてみてください。この動画がいいと思ったらいいねボタンを、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私、ただいま卵ソムリエゆかりの卵大好き、あなたの卵料理が100倍美味しくなるレシピという本を発売しております。Amazon、そして書店などで購入できます。ぜひぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。